プレイヤーいるね。あ、ごめん、ブラックさん掴んだわ。おろすおろす、パラシュート持ってる。ナイス、よし、サイコス持ってくね。ほい、カツさん今敵拠点のとこいる。敵拠点で今ボール投げ合ってる。誰かピック。あれ、ブラックさん何でしたそこ。落下し、落下しよ。パラシュート持ってないのか。いや、間違えた。ほい、プレイヤーも一人死んだね、これで。あ、マジ中身でも取っとこう。バレたけど、クレ持ってる人、もう投げ、投げくるよ。ん、あ、まだプレイヤーがいるのか。プレイヤーいます、掴んできます。オッケー、じゃあ乗ってます。後ろのプレイヤーは、はい、捉えた。頑張れました。逃げた、いけない。はい、あ、取るけ、取るけ。あー、くそ、ごめん。はい、プレイヤーやったよ。マジ、もうやったよっていう、やったよっていうか、あのボールでくっつけたから。よし、くっつけた。えい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 、こいつ攻撃触れないのか。引けごとやれる。やった、やったね。オッケー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 。アイテムだけ全部取った。あ、これピッタラも殺してます。あ、このピッタラにとどめをどなたか。オッケーオッケーオッケー。サドルも回収しとく。あ、もう動けねえ。んだと。なんだと。変なところ入んなよ。あ、人間いる、人間いる。もうちょっと重くて。捨てていいよ、捨てていいよ。どこにいる。いっちゃってください。行きます。下手だ。グレを投げるのが下手くそだ。はい、プテラ、おしまい。まだいるんすか。そうだろ、うん、いや、捉えてよ。はい、おレベル上がる。ダメージ入ってないんだけど。え、下に入ってんだ、吸われてる。どこ入ってますよ。土台に入ってます。土台ごとでも記憶あれば。どう壊れた。あ、いるいる。やれ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 。ちょっとベッドやるわ。ここにどれだどれだ。ちょっとその前にグレー投げ込む。まあ確かに、確かに。ごといっちゃいましょう。確かにごとの方が楽だね。ラグラグ、どいて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 。怖い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 。うぃうぃ。オッケー、まだ生きてる？あさりましょう。いや、生きてはいないと思う。あ、どっか逃げてきました、一人。逃げてった？はい、逃げてきました。真珠とセメント、あ、ファブリケーター。あ、名工キャップのライフル。こっち。え？ロングネック？うん、キャップライフル。麻酔弾とかも地味に嬉しい。誰かアルゲンで来てもらえると嬉しいかな。
多分。あ、来た来て、拠点もある、来てる、爆破された。あ、下か。下。あ、いますいます。あの、あれでしょ、箱でしょ。北側で、北側です。うん、下の箱だね。うん。まあ、まだ行ってないでしょ。下、爆破されました。パラサ、よく見といてね。うん。北側です、北側。北側にベッドが2つあったんだけど、そのあたり、うん、あ、撃たれてる、撃たれてる。誰かスカウトいけないかな。そいつらの拠点を探しに誰かいけないかな。大体でも場所が分かればね。よし、来た。あの、戦ってる間にちょっと一人誰か探しに行ってもらって、どうも。とりあえずこのアルゲンの中に荷物を、はい、聞こえましたか。アルゲの強い人、アロイティマンスか、ティマンスか、そっち行ったよ、一人。プテラ来てる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 、拠点ないまで来てるな。このプテラはそう、あ、撃つない、どこなの。プテラは来てる。あ、プテラか。プテラは俺は今アジしてる。ムチは奪ったから持ってないかもしれない。ピックしてもいいかも。スワンプの方に、あっちだ、めっちゃスワンプの方に逃げてる。これ誰、敵だね。敵敵敵、ブロントの足元にいるのか。拾ったら結構傷ついてる。オッケーオッケーオッケー。これもうフライヤー上にいらっしゃってる。もうこれで叩いておくわ。今掴んでピックして、あーいいね、そのままやっちゃって。誰か一緒に攻撃していくよ。オッケー。倒したね。オッケー。どこだ。ゴースト。こいつか。荷物取るよ。何入ってる？あ、これはプテラの装備しかない。オッケー。こいつか。こいつか。危ない。プテラが、プテラが俺をこっち。こいつこいつこいつ、このプテラ。パラシュートで降りてるやつ発見した。あ、そっち。あいつめっちゃ。なんだ。これいるよ、これ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 。アロの上に一人いるから取ってきて。あ、すいません。すいません。うん、来るよ。はい、トライだ。朝からあのそれで持ってたんですけど。はい。どういう状況ですか。あー、あーこの野郎。今戦闘中。はい。確保した。おっ、ここ爆破された。ユタラプトルに殺された。いい。あとは託した。ちょっと待ってください。こんな辺の修復になっちゃって。スワンプは逃げてった。装備し直します。こいつは戻ってこねえんじゃねえか。ドンとプテラしかねえな。PVP の世界では火薬をめちゃくちゃ使うんですけども、その素材となるこの炭、木を燃焼して手に入れられる木炭、こいつをね、最も迅速に手に入れられるというか、最も迅速に木を焼けるのはこの調理鍋らしいです。知らなかったな。まあ、工業炉と比べたらね、さすがに工業炉が燃えるのは早いと思うんだけど、序盤で焚き火とか炉とか、まあ、その辺の木燃やして炭が出てくる系のやつの中ではこの調理鍋が一番早いということなのでしょうね。知りませんでした。ひたすらに並べられております。というわけでご視聴ありがとうございました。
PVP 復帰動画第1弾はクラシック PVP というゲームルールです。テックエングラムが全禁止、トライブの上限数が最大で25人、テック生物、パラケラ、テリウム、タペアラはテイムが禁止になっているのがこのルールの特徴です。今シーズン3で一番最初からやり直しになっている状態なんだけど、シーズン2の時はケツァルコアトルスやギガノトサウルスも使用不可というルールでした。そんな感じでクラシック PVP 第1弾いかがでしたでしょうか。もうしばらく PVP をお届けしていきたいと思っております。ではでは、よかったらまた見てくださいね。バイバーイ。